ファウンドリーのアセットシェアで共有されているコンテンツをローカルで使えるようにするため、元11から追加されたクラウドアセット機能。この機能を含めてバージョン12.0ではプリセット機能がさらに強化されました。では、ショートカットキーの F6 のキーを押してプリセットのパネルを開きます。まずはこのクラウドアセットの機能についてですが、12.0からは クラウドアセットフォルダの中にあるプリセット。例えば、こういったメッシュのプリセットですね。このプリセットを芯の中に直接読み込ませることができるようになりました。例えば、こちらのお魚。このプリセットをドラッグドロップするだけでシーンにそのまま読み込ませることができます。 ローカルのアセットの中にこのダウンロードしたお魚のメッシュのプリセットが読み込まれるようになります。同時にシーンの中にもこうやって読み込まれるようになります。この機能によってユーザーはクラウドアセットにあるアセットなのか、それともローカルに存在するアセットなのかというのを別に強く意識することなく作業を進めることができるようになります。 また、クラウドアセットのプリセット。こちらについては、サムネイルの右上にこういったダウンロードアイコンが表示されますので、ここをクリックするだけで、ローカルにダウンロードが可能です。すでにダウンロードしているプリセット。例えば先ほどこちらのお魚。 こちらをダウンロードしましたけれども、こちらのダウンロード済みのものであれば、ダウンロードアイコンは表示されないので、一目でダウンロード済みのものなのか、そうでないのかというのを判別することが可能です。また、すでにダウンロード済みのものであっても、サムネイルをマウスでなぞると、ダウンロードアイコンというのは表示されるようになりますので、もう一度ダウンロードすることが可能です。 ダウンロードアイコンの下にあるこの i という情報アイコンですね。情報アイコンをクリックすると、このアセットの作者であったり、登録日といったアセットシェアに登録されている情報がそのまま表示されるようになります。さらに、 プリセットパネルには自分で作ったメッシュというのを登録することができますが、この登録も非常に簡単に行えるようになりました。例えば、従来まではこういった自分で作ったメッシュをプリセットとして登録しようとすると、ファイルメニューのアイテムプリセットの保存、 こちらから保存するようにしていましたが、12.0からは、例えば、このアセットのメッシュ、この中に入れたいとなると、アイテムを掴んで、ドラッグドロップするだけ。そうするとこういったメニューが出てきますから、プリセットを保存というのを選ぶだけで、自動的にアセットが保存されるようになります。もっとわかりやすい サムネイルにしたい場合には、例えば、一度、この登録したいアセットというのを、レンダリングしておいて、このサムネイルの上で右クリックして、コンテキストメニューから、最後のレンダリングでアイコンを置換。これを実行すると、こういったように、視覚的に、 わかりやすいサムネイルを設定することもできます。この登録というのは、アイテムプリセットだけではなく、プロファイルプリセットであったり、アセンブリのプリセットというのも同様の手順で保存することが可能です。こういった細かい改良を加えることで、このプリセットパネルを非常に便利に活用することができます。